はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、と一貫です。今回はフィギュアメーカーのウィングさんからこちらのフィギュアを撮影させていただきましたので、ご紹介させていただきます。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないから、桜島舞、チャイナドレスバージョンでございます。はい、人気アニメの青豚からフィギュア界の人気者、桜島舞先輩がなんとセクシーなチャイナドレス姿になっての登場です。やりました。はい、いやー、これは嬉しいですね。しかも今回はこのね、真っ赤なチャイナドレスでございます。ご覧ください。非常にね、綺麗でしょう。美しいでしょう。これね、今僕の目の前にこのフィギュアがあるんですけれども、本当にね、綺麗なんですよ。チャイナドレスの塗装に光沢感があって、あの光が当たって非常にね、美しいと。さらにこのチャイナドレスにも結構大胆なスリットが入っているんですけれども、これがまたね、大人っぽいんですよ。変なね、いやらしさはなくて大人っぽい女性に見えるんですよね、これが。まあ実際アニメでも年上彼女を演じていたわけですから、まあ、その大人っぽさもこのフィギュアには表現されていて、非常にですね、いい感じなんですよね、このフィギュア。でですね、フィギュアの大きさ、スケールは7分の1で、一般的な美少女フィギュアの大きさとなってます。全高が約220ミリ。参考にですね、500ミリリットルのペットボトルを横に並べてみました。非常に飾りやすい一般的な大きさになってます。そしてこちらのフィギュアの原型担当をフォルトネーションさんが、彩色をはじめのの竹内ハムさんが担当されています。そして販売価格が税込みの 17,050 円となっております。で、これからですね、細かいところをじっくりと見ていくんですけれども、今回もこちら撮影しているのはデコマスです。デコレーションマスター、これは工場でね、生産する際の見本となるフィギュアでございまして、まあ、そのためね、接着できないところもございます。なので若干ね、隙間が見えたりする場合がございますが、そこはすいません、ご了承くださいませ。私たちがね、手にする製品版の方ではしっかりと接着されて届きますので、そこはご安心ください。それとですね、この台座なんですけれども、これはね、仮の台座ですね。うん、まあ、これもね、製品版では違ったもの、もしかしたら色なんかがですね、変わる場合がございますので、そこもご了承くださいませ。それではね、あのフィギュアの方をじっくりと見ていきましょう。まず髪の毛です。舞先輩の髪の毛は黒のロングストレート、若干グレーがかってて明るめの黒って感じですね。塗装はマットな質感で薄いホワイトで、髪の毛のツヤ感が出るようなシャドウを吹いてます。このようにね、非常に綺麗ですね。この長い髪の流れるような造形がすごく綺麗なんですよ。毛先の方もご覧の通りですね、非常に細かく造形されています。製品版の PVC ではまあ柔らかい素材になると思いますので、破損の心配はね、そんなに必要ないと思います。で、この何気ないお団子の編み込み、これがですね、結構細かく複雑に造形されているんですよ。小さいのにね、ここはね、原型さんのこだわりを感じます。あとこの横の垂れているところ、ここの造形もいいですね。ちょっとした大人っぽさみたいなものを感じます。そしてお顔、舞先輩のね、優しい笑顔、いやー、いいですね。癒されますよね、これは。かなりね、似てると思いますし、何か透明感みたいなものを感じるんですよね。肌が明るく見えるのかな。瞳のプリントも綺麗ですし、前髪なんかのこのかかり具合もややね、深めに入っているのがいい感じですよね。この顔はね、本当に素晴らしいと思います。そしてタイトルにもなっているチャイナドレスです。このドレスがね、本当に綺麗なんですよ。結構濃いめの赤なので、撮影する時にね、背景が黒だと潰れるかなと思ったんですけれども、全然大丈夫です。すごくね、綺麗に写ってます。少しね、パールが入ったような感じなので、光が当たると輝くんですよ。うん、それが非常に美しいと。そしてチャイナドレスなので密着感があるじゃないですか、フィット感。そのフィット感で服に生じるシワ加減、このシワの造形がですね、ものすごくリアルなんですよ。
まあ、ここは原型製作のねフォルトネーションさん、そして彩色の竹内ハムさんの、まあ、腕のね見せ所なんでしょうね。さらにゴールドでね柄がプリントされているんですが、これは梅かな、梅っぽいんですけれども、この柄も主張しすぎずにチャイナドレスの大人っぽさを表現している感じですね。そして細い腕がね伸びているんですけど、この腕もねなんか可愛いんですよ。この仕草ですかね、体を支えるようなこの手の置き方なんかも、まあ、さりげないんですけど可愛いですよね。そしてこのフィギュアの見どころの一つでもある足です。チャイナドレスのスリットから見えるスラッと伸びた美しい足、この足もね本当に綺麗なんですよ。わかりますかね、細いんですがしっかりと肉付き感もありますし、このふくらはぎの造形とかですね、このチャイナドレスがですね前先輩の美しい足をさらに引き立てている印象です。まあパッと見ねすぐに目に入るところなのでインパクトもありますよね。そして足には黒いハイヒールを履いています。かなり高いヒールですね。塗装もしっとりとしたこう光沢の黒で渋い輝きを放つとともに、まあ、ここにもね大人っぽさが表現されています。そして椅子です。あのシンプルなバーカウンターにあるような椅子ですね。ただこれもリアルな表現造形になっていまして、鉄の部分のシルバー塗装の表現とか、ここはね足を乗せるところですかね。さらに高さを調整するレバーでしょうか、造形がどこも細かいんですよ。そしてお尻を乗せるところはレザーっぽい質感、シンプルな椅子なんですがかなりね精巧に作られています。でこの椅子に前先輩が支えられるような形なので、まあ長時間飾っていても傾くとかね倒れる心配はないと思います。はい、ということで一通り見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。個人的な感想なんですけれども、これねめちゃくちゃいいですよ。チャイナドレスの光沢感のある塗装も非常に綺麗ですし、肌や髪の毛の塗装も綺麗で、造形もですねボディのラインもセクシーで美しいですし、髪の毛の細かいところの造形も非常に素晴らしかったと思います。いやーこれはね本当にいいフィギュアを見せていただきました。これはね本当におすすめ、マイ先輩推しの方はねこれは絶対に買わないといけないフィギュアだと思います。でこちらのフィギュアですが現在予約受付中でございます。販売価格が税込みの 17,050 円なんですが、こちらの商品はですねこちらの3店舗のみでの販売になります。それがこちらのグッドスマイルオンラインショップ、 Amazon、 そしてアミアミ、こちらの3店舗のみでしかご予約はできませんのでご注意ください。さらにグッドスマイルオンラインショップの方では受注期間も決まっております。受注期間が2022年の3月16日の夜9時までとなっておりますのでご注意ください。 Amazon アミアミでもこの期日までなら確実に予約ができますが、この期日を過ぎますと予約できなくなる可能性がございますので、絶対にね欲しい方は必ずこの期間内にご予約いただきますようご注意くださいませ。フィギュアは予約して買うのが鉄則です。予約先のリンク等情報の方は下の説明欄に記載しております。いやーこれはね本当にいいフィギュアですのでおすすめです。さりげなくお部屋に飾っても馴染むフィギュアだとも思いますので、これをお部屋に飾ってね毎日ニヤニヤと癒されてくださいませ。舞先輩に癒されてください。青春豚野郎をしてくださいませ。ではでは。